ちょっと話しとこうかなと思ったことがあって、うん、話したいことがあります。まあ、はっきり言ってもう解散や！生まれはロシア、政治は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。ここ最近ちょっと YouTube のコメントでちょっと気になるコメントがね複数あったので、あと DM とかでよく来るようになったので、まあちょっと話しとこうかなと思ったことがあって、うん、話したいことがあります。回しました。まあどういう内容かというとね、ロシアンパブで働いている女がね、どうやらピロシキーズを知ってると言い張るわけよ。言い張ってるらしいわけ。あのね、でも多分何人っていうのをちょっと想像すると、誰か誰かなって絞りたくなるような人数しかないんだよね今。知ってる限りは、現状ではそう。ロシアンパブで知ってる名古屋の人とかで。そう。いや、でももしかしたら全く知らん女が、うん、そういう風にこう客のために、客を喜ばせるために言ってるだけかもわからない。実はピロシキーズの友達であって、私は真実を知っていると。そう。あの二人は実は仲良くないと。わ、仲がもう悪い。こう、すっごくお互いを嫌ってるのに仲いいふりをして動画を撮っていると。なるほど。これはね、真実です。やーやーでもやー。否定しろよ、そこよだれが出てきたわ今。あーじゃねえよ。いや、真実と言ったら嘘かと言われたら嘘ではないわけよ。あの、喧嘩するじゃん、めちゃくちゃ。喧嘩する当たり前やん。多分その辺のなんかいろんなカップルチャンネルってあるけど、そこよりは喧嘩してると思う。そりゃね、だってめちゃめちゃ会ってるんやもん。そう、1週間何回会ってんねん。仕事の会話だの、なんかプライベートの会話だのっていうのがめっちゃ重なり合って、めちゃめちゃとにかく喧嘩してます。あの、喧嘩はね、確かによくするけど、その喧嘩の内容誰かに言った？言ってないね、俺は。俺は言ってない。いつだあれやろ、なんかスケジュール、なんかいつ撮影があるかを、なんで今バラすねん、噛み合わんくて、なんで今バラすねん。ブラスはいつも自分の都合ばっかりとか言って、あれちゃんだってそうや、いつも遅刻して自分の都合ばっかり、お互い自分のことしか考えてへん、もう解散やみたいな、もう解散や、チャンネル消そうみたいな、確かになることはねあるよね。喧嘩はめちゃめちゃ激しいっすよ。もう情熱的なんで、お互いにね、自分も情熱的な女なんで、花束を欲しがるような女なんで。違うやろ。いいの、いいの。で、こっちは女に花束なんて与えてやるもんかと。そう。いう人生よ。だから、なんか話し合いになった時に、いやいや、花束をあげることが正しいだろう。いいえ。花束をあげることは正しくありません。ふざけてんのかと。いいえ、ふざけておりません。っていう喧嘩なるんですよ。喧嘩、そういうくだらないものなの。なんか本当にクソほどくだらない喧嘩は確かにしております。まあ、しかしながら情報を広めてる女とは知り合いではないと思うの、俺はね。やっぱロシアンパブに行く男って多分やけども、なんかアシアちゃんを見てますとか、アリオーナを見てますとか、なんかそのマリアランドちゃん見てますとか、そういう他のロシア人 YouTube を見てますって言うよりも、なんかピロシキーズっていう下ネタのチャンネルを見てますって言う方が、なんかもしかしたらなんか言いやすいというか、ちょっと下ネタにつながるんじゃないかとか、なんかそういう感じでちょっと説得力があるような感じなのか、なんかパブで言いやすいのかも。だからもう知らんけど、とりあえず私たちピロシキーズ仲いいってことにしとこうって言って広めてる可能性もあるし、はっきり言って光栄です。ありがとうございます。ロシアンパブでピロシキーズの会話が繰り広げられてるなんていうことを聞くと、もう背筋がゾクゾクするわけよ。こっちはもう嬉しくて、よっぽど話することがないんですんね。ごめん、今のは性格悪い。
今のは性格悪いんで。いやだからもう本当にもうこれからもロシアンパブのね経営に携われるようなねなんかこう話題をいっぱい振って、うん、キロシキズがこんなこと言ってたけどお前もやっぱりなんかチッコが好きなのかとかバナナが好きなのかとかそういう会話をねしてもらう材料になるような動画をねこれからもいっぱい撮っていきますのでぜひともインセンティブを欲しいというところでございます。お金が欲しいよね。あちょっとぐらい、うん、ネタをちょっと渡してるわけやろ。そうそう、うちらのことをこ う, そう言うことができるようなネタを。お金で払えない場合はしっかりと広告を見てほしいと。そうですね、私たちの動画のなんならロシアンパブで働きます。働くの？全然働くよ。えちょっとさ、あのこういうさネタがあったわけやから、うん、一回さネタとしてパブで働いてみたってやらない？やりたいやりたいやりたい。だからロシアンパブの方でだからその女よ見てる女私たちをちょっと働かせなさい。別に給料いらないから動画撮るから、うん、動画だけでいいから働かせる動画をちょっと撮りたい。まあ何が言いたかったかというと別にそこまで仲悪くはないしロシアンパブとは知り合いではございませんと。ロシアンパブで知ってる方はまあアレちゃんは何人かいるらしいけども、うん、まあ少なくともそこに情報を言ってることはないと思いますので、もしもロシアンパブでねピロシキーズあの知ってる詐欺に遭われた方いらっしゃれば大変申し訳ございませんが、ぜひご注意をくださいということです。注意動画になってるね。ただの注意喚起ありがとうございます。まあ、とりあえず見てくれてる皆様に本当にお礼と感謝でしかないですね。仲いいのかな私たち。喧嘩するほど仲いいって言うやん。ハグしようって言って触んないでよって後で言うんやろ。あの消した後にあっち行けよっつって言われるんだから。言わないよ、ラブラブじゃないの。はい終わりよ、あっち行け。ちょっと本当にそうじゃねえかよ。バカ野郎。もういいわ。